青春アドベンチャー。恋学母は国分寺の西にあって、武蔵野の面影を今に残す住宅街。そこにあるのが僕が通う恋学母学園だ。なおちゃん、図書室で時間を潰した甲斐があったみたいだよ。雨が止んでる。本当だ。あさっての体育祭も大丈夫かな。探偵部もクラブ対抗リレーに出るんでしょ。僕ら探偵部は走るのは事件の時だけにしてるんだ。僕こと霧ヶ峰亮は探偵部の副部長だ。名前で男子や家電製品に間違えられやすいけど、その実態は正真正銘の女子高生。犯人をのけぞらせる鋭い推理力と、男子のハートを直撃する明るい笑顔が取り柄の16歳だ。体育祭でもまた何か事件が起こったりするのかな。え？だって寮が探偵部の副部長になってから変な事件がしょっちゅう起こってるでしょ。寮に事件を引き寄せる能力があるんじゃない。それこそ副部長にふさわしい資質だよ。事件に遭遇しない探偵なんて、流れの良い水洗トイレに置かれたゴム吸引器具みたいなもんだからね。何それ。要するに出番がないってこと。今の何？悲鳴みたい。中庭の方かしら。東川徳也原作、福田拓郎脚色。放課後はミステリーとともに、探偵部への挑戦状。10回シリーズ第1回。中庭は第3校舎と第2校舎の間にある地面がむき出しの広場で、その中央に渡り廊下がある。うわ、泥だらけ。この靴買ったばかりなのに。なおちゃん、渡り廊下で何かあったみたいだよ。渡り廊下は鉄柱で支えられたトタン屋根付きの、幅2メートル、長さ10メートルほどのコンクリートの廊下だ。側面には高さ1メートルほどの板塀があって、中庭と廊下を仕切っている。中央部だけはその板塀が切り取られて、廊下を挟んだ中庭の両側で通り抜けができるようになっている。そこに学ランを着た3名の男子がいた。その中の一人は同じクラスの、顔が細長くなすび顔の須藤くんだ。3人は倒れている生徒を覗き込んでいる。須藤くん、何があったの？倒れてるのは誰？顔を覗き込んだ瞬間、背筋にゾワゾワと悪寒が走った。陸上部の足立俊介だ。彼が僕の前で気絶しているのはこれが2度目。前の事件は僕の活躍で解決したが、その時ひどい目にあった。見て、額に傷がある。角張った棒で殴られたみたい。本当だ、直角にへこんでるね。まさか須藤君たちがやったの？違うよ、俺たちはただ。足立君、気がついたみたい。大丈夫？いたた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 。なんだ、頭の前も後ろも痛いぞ。額に傷を負った時に仰向けにひっくり返って、コンクリートの廊下で撃ったみたいだね。ん？ここはどこだ？霧ヶ峰。僕子探偵がなんでいるんだ？その呼び方はやめろ。思い出せねえ。須藤、お前らも何やってるんだ？何って？お前こそなんでこんなところで伸びてんだよ。川田も小島も驚いたんだぞ。なあ。え？そうそう。転んで頭でも打ったのか。冗談じゃないぜ。俺は転んで頭を打ったのか。あれ、わかんねえ。俺なんでここにいるんだっけ。大丈夫？まさか自分の名前は忘れてないだろうね。はん、バカにすんな。よし、俺の名前は足立俊介。陸上部が誇る新世紀のスーパーヒーロー、恋学母学園の陸の王者だぜ。大丈夫だね。なおちゃん、念のため足立くん保健室に連れて行って。うん。そこで隔離、あ、じゃなくて傷の手当てを。僕は須藤くんたちから話を聞きたいから。女子の助けなんか必要ないぜ。そんなこと言わないで行きましょ。どうしても俺が心配でついてきたいって言うんだな。その気持ちはよくわかるぜ。女子に優しくされて明らかに嬉しそうな足立くんは、奈央ちゃんと一緒に保健室へ去った。ねえ、
須藤くんたちは足立くんとどういう関係？友達？俺たち3人とも陸上部なんだ。なるほどね。ところで自首するつもりはない？俺たちが足立に怪我を負わせたって言いたいのか？足立くんと一緒にクラブをやってたら絶対殴り倒したくなるよ。そんなことないよな、川田。え？そうだ僕らは関係ない。ただ渡り廊下で倒れている足立くんを見つけただけなんだから。ねえ小島くん。ああ、男の悲鳴みたいなのを聞いて駆けつけたら足立が倒れていた。俺たちは普通の第一発見者だ。僕たちが来たのとは反対側、校庭側の中庭のぬかるんだ地面に綺麗に並んだ3人分の足跡がくっきりと残っている。なんで写真なんか撮るんだよ。証拠はきちんと押さえておかないとね。この足跡は須藤くんたちのものだよね。そうさ、なんなら靴底と比べてみろよ。同じだから。ほらほら。お、確かに。あれ、じゃあ足立くんはどこから来たんだ？僕らが来た図書室側には僕と奈緒ちゃんの足跡しかないし、校庭側には須藤くんたち3人の足跡しかない。第3か第2校舎の出入り口から来たんじゃないのか？第2校舎のドアは鍵がかかってる。もう4時過ぎたから中庭出口は閉めたんだね。ってことはやっぱり第3校舎側も鍵がかかってる。校舎から渡り廊下へ出ることはできなかったんだ。それに足立くんは上履きじゃなくて運動靴を履いてた。じゃあ雨宿りしてたとか？でも足立くんは雨が上がってもここにいたみたいだよ。どうして？いろいろあるだろう。待ち合わせとか。雨宿りで渡り廊下へ入った足立くんは電話で誰かとここで待ち合わせをした。だから雨が止んでもここに居続けて強行に会った。これなら足跡の問題は解決だ。足立くんの足跡がないのは雨が洗い流してしまったから。そして待ち合わせの相手は君たち3人。君たちは角材のような凶器で。待て、言っただろ、僕たちはただの第一発見者だって。渡り廊下で足立と待ち合わせなんかするかっての。だいたい角材のような凶器ってそんなものどこにあるの。それはあるよ、屋根の上。そうだよ、そこの雨どい四角い形だから角材を隠すのにぴったりだしね。屋根に登ってみたけど枯葉が落ちてるくらいで何もない。両側の四角い雨どいにも何も入ってなかった。おい霧ヶ峰、凶器はあったのか？ないんだろ？これでも俺たちが犯人だって言えんのか？あ悔しい、なすび顔のくせに得意げな須藤くんに言い返せないなんて。三人が帰った後も僕は屋根で考え込んでいた。凶器はドライアイスで、なんていつの時代のトリックだ。危ないでしょ、何やってんの。第三校舎の1階音楽室の窓から顔を出したのは倉本美奈子先生だ。事件と関係あるかわからないけど、4時頃に中庭を通っていった人物が1人いたわよ。え、顔はよく見てないんだけど、かなり背の高い生徒だった。え、背が高いって須藤くんとか？ううん、違うわね。もっとずっと背の高い男子よ。その男子が中庭の真ん中あたりを小走りで走ってたの。窓枠で上半身しか見えなかったんだけど、190センチ以上はあったと思う。その背の高い男子生徒は濡れた地面に足跡を残さないまま中庭を横切った。空中浮遊？ボクコ・ワトソンはいるか？新世紀の名探偵、足立俊介が来たぞ。よせよ。お、いたな、ボクコ・ワトソン。昨日の状況を詳しく教えてもらおうじゃないか。いろいろ調べたんだろ？僕は仕方なく、倉本先生が目撃した背の高い男子生徒のことを話した。空中浮遊する2メートル近い怪人なんているわけがないけどね。いや、いるぜ。
うちの学校にも背の高いネズミ野郎が。見ろ、あれが学園一の大ネズミだ。バスケ部の根津弘明君のこと？確かに背が高いけど190ってほどじゃないし、それに先生の目撃情報には矛盾があって。おいこら、大型ドブネズミ野郎、ちょっと話聞かせろや。こら小型ハリネズミ野郎そういやお前、昨日渡り廊下で誰かに気絶するほどぶん殴られたんだってな女子がゲラゲラ笑いながら話してたぞ。ハリネズミ犯人はお前だろ。昨日の4時頃中庭でお前を目撃した人がいる。それは見間違いだな。その時間は練習中、俺がいたならでかい30センチの足跡が残ってるはずだ。あったのか、もうだから矛盾があるって言ったのに。この借りは明日の体育祭で返すぜ。次は借り物競争です。翌日の体育祭は天候にも恵まれ、何事もなく終わりに近づいていた。すべての出番が終わった僕は探偵部顧問の石崎ひろみ先生を見つけ、中庭の足跡写真を見せながら事件のあらましを話した。この写真の足跡、僕は非常に奇妙だと思うんだがな。どこがですか？3人の男子生徒が異常を察して一斉に渡り廊下に駆けつけたとしたら、歩幅も運動能力も違う3人がこんなに横一列で並走したような足跡を残すはずがないよ。じゃあ須藤君たちはわざとこんな足跡を残したって言うんですか？いや、これはある特殊な状況の下で自然に出来上がったものなんだよ。そのある特殊な状況とは、やい根津弘明、あれだ。鉢巻きを奪い合うなんてケチな勝負はなしだぜ。おお、望むところだ足立俊介、最後まで立ってられた方が勝ちだ。来いやドブネズミ野郎、潰してやれハリネズミ野郎。本日最後の競技、男子生徒による騎馬戦です。騎馬戦では馬になる3人が三角形を描くような位置関係になる。3人の足跡も重ならないし、歩幅も同じくらいになる。ほら、この写真のようにね。あ、須藤くん、川田くん、小島くんが馬なら、上に乗っていた騎手は、ドブネズミ野郎、陸の王者足立様にかなうと思ってんのか。そうか、倉本先生が見た2メートル近い長身の男子生徒の上半身って騎馬戦の練習をしてた足立くんだったんだ。3人の男子生徒が馬となり、足立くんを乗せて中庭を進む。途中に渡り廊下があって、馬はそれを横切ろうとするだろ。すると足立くんは雨どいの角に額をぶつけたんですね。凶器はそこにあったんだ。足立くんは落馬して後頭部を打って気絶し、その時の記憶を失った。待てー、おーこの野郎、須藤、まあ、どうやら推理は正解だったみたいだ。足立くん記憶が戻って本当の敵が誰か分かったみたいだよ。グランドの真ん中で騎馬戦のことなどすっかり忘れてしまった怒りに燃える足立くんが須藤くんたち3人を相手に戦っていた。ただいまの出演、霧ヶ峰亮、朝倉秋、石崎ひろみ先生、木下宝華、倉本美奈子先生、萩原理恵、足立俊介、亀田義明、根津弘明、柳橋智則、須藤和也、長村幸喜、陸上部員川田、矢野翔吾、陸上部員小島、上川地博之、高林直子、上田桃子、以上の皆さんでした。東川徳也原作、福田拓郎脚色、放課後はミステリーとともに探偵部への挑戦状、第1回を終わります。